皆さんこんにちは、ミシェルです。もう12月になりましたね。本当に毎朝寒い皆さん風邪とかひいてないですか？今日はね、森の中のコテージでちょっと豪華なグランピングっていうテーマでやっていきたいと思ってます。寒い時期とはいえあったかいイメージで作っていきたいなと思ってるので、最後まで楽しんでいただけたら嬉しいです。では本日もよろしくお願いします。今ね、島に帰ってきたんですけど、初雪降ってました。後ろにジャックオールもう冬の装いですね。いや、ついにライト島にも冬がやってきました。会いたかったよ、姉さん。私も会いたかった。親不思議だね、君の顔見たら寒さが和らいだよ。どんな魔法を僕にかけたの？ぼちぼち魔法をかけられたんかな、私がじゃあ早速お部屋クリエイトしていきます。部屋の大きさなんですけど、8×8 の固定になってるので大きさはそれでいきますね。窓はありで、エントランスはこのレンガのものを選びます。と次に床板なんですけど、今回のテーマが森の中にあるコテージということで、この光苔の森の床使います。と次に壁紙になるんですけど、この茶色いレンガの壁を全体的に選んでいきたいなと思ってます。この一部だけ光苔の森の壁にしますね。それでコテージからどんな風に森につながってるんやっていう感じやと思うんで、一部だけこの赤レンガのラグ引きます。これを4枚引くことによって、この部分がバルコニーということを表してます。苔庭のところに食事できるスペースを作っていきます。このカントリーな椅子で、サイドテーブルとして使うこのモロッカなトレイテーブルのメインのテーブルとして、このカントリーなティーテーブル、そしてこの食事を作る石造りのキッチンのスペース作っていきますね。と作った食事の提供台として、このカントリーなローボード、グランピングということでちょっとキャンプ要素も入れていきたいので、このキッズテント、まずこの子たち並べていきますね。この石造りのキッチンを苔石にリメイクします。でこのカントリーのローボードはヴィンテージでリメイクします。これをちょっと後ろに向けて今回は使っていきたいと思ってます。このキッズテントはちょっと横向きに置いてクッションが見えないように使っていきたいです。そしてこのカントリーなティーテーブルはヴィンテージ、今回は2つ使うので2つ出します。でこのカントリーな椅子はヴィンテージ、テーブルのように2つ並べて、椅子は4脚用意します。そしてこのサイドテーブルなんですけど、今回はブロンズで使っていきたいと思ってます。もうコテージに寄り添うようにこの薪ストーブを置きます。で全体的にちょっと苔感を出していきたいので、この遺跡の飾り柱と遺跡の折れた柱を置きます。こんな風にね、このバルコニーの端っこの方に置きます。リメイクカラーはこの苔石、どちらもそうすることで、あのキッチンのところと森に合うような雰囲気作っていきますね。えもうめちゃめちゃ寒くなったんで、この薪ストーブで温まりながらグランピングできたらなと思ってます。この素朴なパーティーライトを置きます。とバルコニーと一歩外に出たところに仕切りをつけたいので、この手すり使いますね。この手すりはダークブラウンにリメイクします。でこんな風に両端に手すりをつけることによって、バルコニーと外っていう区切りができたかなと思います。でも自然の中にもこうやってライトアップ要素を入れるとちょっと可愛いかなと思ったので、これ使っていきます。
次にね、もっと緑要素を出していきたいので、この三角トピアリーで、私がね最近まで島根トリコ、島根トリコって呼んでた島とねりこ置きます。この三角トピアリーはペールグリーンにリメイクしました。で、島とねりこはここに置きます。でね、大体の大きめの家具これで置けたので、小物とか天井家具とかつけていって、もっと彩り出していきたいなと思ってます。え、リセットさんおるやん、初めて見た。また君か、よう合うな初めてやでいつ飲んでもちょうどええ塩梅や塩梅いっぱいください。今日コートね、マスターの色と合わせてきたんよね。マスター、マスター聞こえてる失敗してもやり直せる、そんな世の中であってほしい。人生にリセットボタンがあってもええやろ顔、リセットさん顔、顔や。この黄色いペルシャ絨毯なんですけど、もう5時間ぐらいかな周回して、あのやっと手に入れたんですけど、ほんまに周回ってこんな大変なんですね無事ね見つかったんで、差し色として置いていきたいと思ってます。ウェディングのフラワースタンド可愛いですよね。これね、ちょっと落ち着いた色味のシックにして、こういう風に両端に並べます。で、ナチュラル感を出す家具として、タルね、バター攪拌機で、このメニュー黒板使っていきます。このメニュー黒板なんですけど、ダークブラウンにリメイクして、他の家具と色味を合わせてます。そしてこの丸太のスツール、ダークウッドでいこうかな。じゃあ次に小物どんどん置いていきましょうか。このテーブルセッティング使っていきます。これをね4つ並べます。チェーフィングディッシュ、噛みそうこのオーガニックパン、このねお料理家具がもうめちゃめちゃ好きなんですよね。なんかホテルとか行ったらこういうバイキング形式になってたりするじゃないですか。あれめちゃくちゃワクワクしません？朝からでもテンション上がるので、こうやってちょっとバイキング形式みたいな感じでイメージして作ってます。サイドテーブルのところにはこのレストランの水差し置きます。私の大好きなこのウェディングのキャンドル置きます。これハロウィンの時もねこの組み合わせで使ったんですけど、今回シックでこのオーナメントのテーブルランプ、オーナメントのツリー、今回はねグリーンにリメイクします。こちらもグリーンにリメイクします。で、続いて壁と天井やっていきましょうか。アカデミーの金の盾きます。2つねこんな風に並べました。入り口の方の壁には絵画を飾っていきたいので、この落ち着いた名画、光の名画、少しね冬っぽさを出すためにこの見事な名画、この3点飾っていきます。はい、絵画こんな風に飾りました。ここのねラインを揃えることでバラバラ感はないのかなと思います。次にね天井家具なんですけど、まずこの鶴のガーランド、鶴のガーランドどっちやろ使います。で、ドレープ、まずこの2つ並べていきますね。ドレープはホワイトにリメイクして、こういう感じで2つ並べます。次に鶴のガーランドなんですけど、これをドレープよりも手前に置きますね。左右対称にしていきたいので、もう一つ準備します。それを一回ひっくり返してこういう風に並べます。こっちのね色味はダークグリーンでいきますね。このダークグリーンをもう一つ準備してここに置きます。で、
グリーンを一つ用意して、こういう感じ、この裸電球置いていきます。後ろに2つ、前に3つ並べました。最後にね、このモロッカンランプつけます。ここの裸電球のちょうど間に来るように設置しました。モロッカンランプの色味シルバーのままで、全部設置をして前から見た時こんな感じになります。いや、この組み合わせ好きすぎるどうしよう、アクセントに落ち葉でも置くとね、遺跡の飾り柱の上にこのマスターの埴輪は置きたいなと思ったんですけど、ちょっとね大きさがなんか合わんなと思ったんで、こんな感じ？いいんじゃない、いいんじゃない。あ、すごい、ほうほうって言ってる一通り並べ終えたんですけど、いいんじゃないか、いいんじゃないか今回ね、マイデザインを使っていないので、もしよかったら真似してみてください。この後、住人さんを呼んでちょっとね、パーティーしていきたいなと思ってます。皆さん、本日も見てくださって本当にありがとうございました。今日の動画面白かったと思ってくださった方は、チャンネル登録、高評価、コメントなどいただけるととっても嬉しいです。励みになります。本当にいつもありがとうございます。また Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも登録していただけると嬉しいです。本当に寒くなってきたので、皆さん暖かくしてお過ごしください。ではまた次の動画でお会いしましょう。ほなまたねー。あの、みすずさんのあかんなっていう感じ意識高い、あかんな、おめでとう